こんにちは。これで聞こえますか？大変晴れやかに、ですね、木々の緑も輝いている5月、そんな土曜日の午後にこんなにたくさんお集まりいただきまして、大変嬉しく思います。今末松先生から大変過分なご紹介ございました。たまたま若い時学術情報関係の仕事もいたしまして、今日来ておられる雨の森さんたちと一緒にですね、学術情報システムというのを立ち上げて必死になってやってきたのが、まあ、こういう形で素晴らしい結実を見て、また国立情報学研究所が今や日本の学術情報について世界に発信できる素晴らしい研究実績を挙げておられるわけでございまして、まあ、そのゆかりのこのセミナーハウスにお招きをいただいて、私たちは大変光栄に思っております。今日猪瀬夫人もおいでになっておられまして、心からですね、猪瀬先生の偉大な足跡をまた忍ばせていただきたいと思うところでございます。この晴れやかな日にですね、もうちょっとこうあれですね、肩の凝らない話をした方が良かったのかもしれませんけれど、まあ、実は今年はですね、2004年っていうのはおそらく将来、日本の教育行政について振り返るときに、まあ、忘れることのできない年になるのではないかなと思われます。でそれは、まあ、いろんなことが今まさに動き始めたということでございまして、初等中等教育にしても、それから大学についても大きなその教育改革がまさに走り始めたという記念すべき年でもございますので、たまたまそのことについて責任を持って進めさせていただいた人間がこの舞台に立つわけでございますので、まあ、やはり教育改革のことかなと思ったわけでございます。ご紹介いただきましたように、2001年4月から昨年の9月まで2年5ヶ月大臣の職にあったわけでございますが、まあ、全く思いがけない仕事でございましたけれども、私自身は教育だけではなくて、むしろ科学技術、学術とか文化、大変その興味も持ち、一生懸命やった面もあるわけでございますが、まあ、世の中へのインフルエンスということから見ると、やはり教育改革の面が一番大きかったかなと思っているわけでございます。まあ、そんなことで、ご紹介いただきましたように、この本をまとめました。これは昨年9月に職を辞しまして、後何ヶ月かかけて、若干の人たちの手伝いも得ながらまとめたわけでございますけれども、これは私の在任中2年5ヶ月という比較的長い期間にやりました事柄は相当な量と質でございます。それが初等中等教育から大学に至るまでさまざまなことがございまして、でそうするとですね、ある時点で、ニュースになります。でもそのニュース自体が本当に正確かというと、ご存知のようなメディアの体質がございますから、なかなか正確なところがわからないし、それからまた所中があって高等があってっていうようなことでですね、おそらくトータルとして一体何をやっていたのかということがなかなか読み切れないのではないかなと思ったわけです。それは文部科学省の職員にしてもですね、初等中等教育局の人は大学について何をやってるか知らないでも仕事は進むわけですね。で大学の仕事をやってる人たちは初中でどう動いてるかもしれない。それはやはり大臣というところに座ってみて初めて、トータルにですね、一貫して体系的に仕事を進めてきたということを明確にメッセージを発しなきゃいけないなと思ったわけでございます。まあ、それで本を書かせていただきました。で従いまして、今日のこれはですね、一冊読んでいただけばもう話すことはないわけでございますけれどもそれには時間もかかりましょうし、またお持ちでない方もいらっしゃいましょうから、いくつかに絞ってお話をしたいと思います。じゃあ最初のページ、21世紀の展望、ちょっと大きく出過ぎたなと今反省しているんでございますけれども、21世紀に入った今、21世紀に入るまでは日本人のみならず世界の人たちも、何らかその21世紀に夢を持って、臨んだと思います。しかしその21世紀の初年、
2001年の衝撃というのはいろんな形で今日も続いておりますし、将来もなおこの影響は続くのではないかと思います。まあ、2001年、私自身にとっても大臣だという思ってもみなかった職に就けさせられたという衝撃がございました。それも全くマイナーなことでございまして、まあ、あの911の事件、あれが、まあ、21世紀の初めに全世界を、まあ、ある意味で恐怖と、まあ、混乱に陥れたものでありまして、一つの大きな転機になったのではないかなと思われます。で、あの崩れ落ちるビルの姿を見て、まあ、21世紀の、まあ、いろんな価値観、まあ、いろんなこう形成してきたことがある意味でその壊れるというのを目の当たりにしたというような感慨もなきにしもあらずであります。まあ、私自身はちょうどあの911の2日前にですね、トルコについての本を書き終わったところでございまして、あの後書きも書いて、あの2日前と言いますと徴用の節句の日で、なかなかうまくあの後書きも書けたなと思ったんですけど、あの事件が起きたままですから、あれはイスラムに関係する、ついてはトルコのについてのその本についても、若干あの事件についても触れてくれって言うんでですね、さらにあの書かされたという、まあそういう関連もあるわけでございますが、ともあれあの問題って言いますものが大変な惨劇であったわけでございますけれども、あの映像がですね、一瞬のうちに世界全体に流されて、世界のどこにいる人たちもあの状況を見てですね、そして事柄を、まあ、把握をすると。しかしそのと、そういうその映像を媒体する科学技術の発達っていうのがものすごい影響をまた与えるわけですね。ですからその一瞬の出来事がどういう角度でどういうふうに報じられるかということで、一人一人の価値観、あるいは世界の動き方についての価値のあり方についても影響を与えるような、そういうふうな時代にも入ってまいっております。これはもう20世紀の終わり頃までの間には考えられなかったようなことでございますが、そのように21世紀というのは問題 の, そのグローバル化とよく言われておりますけれども、それを まさに加速するような高度の科学技術の展開というのもさらにありまして、これが人間生活への影響を拡大している。そして日本自体はですね、その先端科学技術を常に先端を生き続けないと日本の存立はなかなか難しい、そういう立場にあるわけでございます。で、先端科学技術のことで言いますれば、それはあの IT 技術ですね、情報通信にも絡む IT の技術だけではなくて、ナノテクノロジーの問題、バイオテクノロジーの問題、あるいはそれらの相互の関係を持った融合的な領域の分野など、解決すべきことといいますか、あるいはさらに取り組むべき課題というのがどん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 進んでいっていると、まあ、そういう現実もあるわけですね。で、人間の価値観という角度から見れば、意外にその単純なある映像の、あるいはあるメディアのある報道の仕方が人々の価値観とか生き方を決定していく、まあ、そのような非常に難しい時代に入っていることは確かでございます。そして、世界の勢力地図ということもですね、考えてみますれば、あの1989年の東西対立がベルリンの壁の崩壊によって終わって、でその後にイデオロギーのことの対立はなくなって、歴史の終焉とまで言うような学者も出てきたようなこともありました。しかしそうではなくて、刻々とですね、世界の情勢というのも動いております。超大国の振る舞いというのが世界を震撼させるというだけではなくて、それに対応してじゃあ EU はどう動いているか、それから長い間眠っていた中国が今立ち上がってですね、獅子の振る舞いを始めている。またアジアについても、これまで、発展途上国というふうに見ておりましたが、何のことはない日本の生産技術というようなものが移転されたりして、大変な実力をつけてまいっているというような状況で、あります。それにこれまでその歴史の中で、と言いますか、まあ、ヨーロッパ中心の歴史観の中ではなかなかその存在感、発言権がなかったイスラームの世界の在り方というものが、今世界勢力地図の中で非常に大きなウェイトを占め始めている。
そのような時代になってまいりますとですね、はっきりしているのは先行きがよく読めないという点でございます。先行きが不透明であって不確実であるということだけは確かであるというような、そういう時代に私どもは今戸口に立っているわけでございます。じゃあそんな時にしかしながら日本国としてはしっかりと存立を保たなければならないわけですし、一人一人の若者たち子どもたち私どもも含めてしっかりと生きていかなくてはならない。では一体どうしたらいいのか。じゃあ次お願いいたします。でそうなるとですね、やはり教育というものに目が向いてくるわけです。もちろん昨日今日の話題というのは年金未納の問題とかですね、あるいは医療費がどうなるかとか、その類の話で終始いたしておりますが、でもやはり少し目を遠くに持つことのできる人たちはやはり教育に期待するところが大きいのではないかと思います。で、私の在任した2年5ヶ月というのはまさに疾風怒涛の時代であったと思います。どうしてかと言いますとですね、これはいろんな理由があるわけでございますけれども、一つは私はですね、仕事を引き継ぎましたときに教育改革国会、これは今の内閣の前の森内閣が教育改革国会ということで必死になって森総理、それから町村文部科学大臣を中心にいろんな教育改革のプランを持っておやりをいただきと言いますが、やり始められておりまして、それを引き継げるものということで私は大臣を引き継いだのかなという気もしないでもないんですが、その教育改革国会を引き継いだということで、まさにその転換期の日本の教育改革というのを担がざるを得ない、そういう立場に立ったというのが一点ございます。それからさらに国民の間で、学力低下などをはじめとする、あるいは子どもたちの不登校なり、あるいは学級崩壊なり、あるいは子どもたちの非行なりといった初等中等教育についてのさまざまな問題があって、それについての国民の不安が崩壊として出てきていた、そういう時代 であったといいますか、今もそうなんでございますが、そういう時代であるということ。それから3つ目にはですね、大学、これは日本の未来を考えますと、先ほど申したように先端科学技術あるいは学術研究というものを常に先頭を切って走らなくてはならない日本の在り方ということを考えますと、教育段階の最終場面である大学、そして本当に力をつけた卒業生を出していただくべき大学、また最先端の科学技術のを可能にする研究というものをしっかりやってもらわなければならない大学について、その改革というものを願う社会的な要請が非常に大きかったという面があります。でさらにその問題が私の在任期間中に大変その困難な面がありましたのは、構造改革内閣ということでございますから、まさに外圧とも言うべき大変なその風圧がございました。一つは地方分権であり民営化であり行政改革であり規制緩和のさまざまなその要請であり、あるいは特区であり総合会議室会議のいろんな動きでありなどなど、それはもう本当に毎日、そこにいることを保つだけでも大変なぐらいのそのいろんな外側からの要請なり圧力なりというものがございました。でそれらはですね、一つ一つ最もな点もあるわけですね。今時代は地方分権の方向であり民営化であり、ただ私はまさにその教育というものを先ほど申しましたように日本の存立というものを考えて、どう日本があったらいいか、そのあるべき日本を担ってくれる子どもたちをどう教育したらいいかという、常にそういう視点で考えておりましたから、経済的な意味で、あるいは財政が今逼迫しているから教育費を減らせ、義務教育国負担制度を長文権にしてしまって全部バラバラにしてしまえなどということにはですね、絶対これはたとえその内閣の方針であってもですね、外援することのできない、そういうふうな信念との衝突もあったわけでございます。そんな中で、どうやっていくかというのは大変な問題でございました。私は文部省に34年おりまして、常に大臣に仕えたり局長やら次官に仕えたりしておりましたが、
当時の大臣というのはですね、法案の審議でも、答弁は政府委員という局長がやりましてですね、大臣は最後に立ち上がって、この法律は大変大事であるのでご賛同方に願うといえばですね、大体すっと通ったものなんですけれども、私が大臣になりましたら、なんとですね、答弁は全て大臣というふうなことでございまして、局長はもう答弁もさせてもらえないという、そのような、それは行政改革なのかどうか分かりませんけど、そのような事態の中で30本法律を通したわけでございますが、そういうふうないろんなその圧力もあったわけですけれども、私自身はですね、世界の先進国の動きの中で日本のその教育への力の入れ方が必ずしも十分でないというふうに思ったわけです。小泉総理の最初の施政方針演説が米100票 その例えを引いてお話になりまして、おお、これは教育について大変ご理解があると思ったのですが、あれは今は耐える時期であるというメッセージだったということでございましてですね、で、それはちょっと言い過ぎでございますが、教育が大事だということはおっしゃいますけれども、やはりそれよりは財政の論理、日本の財政を何とかしなきゃいけない、地方をもっと活性化するために、もうとにかく国がやってることは何でも民営化したらいいという、そういう一つ そのビジョンがあってということではなくて、方法論としての地方分権民営化というのが非常にその特色の内閣で、あるわけであります。そんな中で例えばそのイギリスはですね、ブレアさんが首相になった時に1996年か7年ですか、国にとって一番大事なのは教育である、第二も教育である、第三も教育であると言っておりましたし、レーガンの時代にですね、貧達国家ということで立ち直ったアメリカのその教育というのが今日のアメリカの強い経済を可能にしているわけですし、フランスなんかも教育改革をやっております。そしてブレアさんはですね、その義務教育費国庫負担金の2兆円とか3兆円のお金をもう国費からですね、国税に回せなどという議論が起きているときに2兆円ズバッとつけてですね、イギリスのその教育の改革のために、教員の給与を増すとかですね、さまざまなその各地に私学館を派遣して教育を良くするためなんかやるとか、そのような同じ金額をさらに追加して出すという決断をするぐらいの、それぐらいの勢いであったわけですね。そんな中で私はやすやすとですね、財政論の角度から教育費を削減しようということには断固として反対をしたわけでございます。次のページをお願いいたします。で、その時にですね、関連論で言ってもダメですよね。で、そこで思ったのが、やはり改革の理念というのを明確にすると、今日本がやるべきものは人間力戦略ビジョンというのを明確に持って、新しい時代を開く心豊かでたくましい日本人を育成すると、そういう目標というものを明確に持って今改革をやっているということをアピールしようとしたわけです。で、これは骨太の方針第2弾というのが竹中さんによって出されまして、人間力という言葉も使われたんですが、中身が全くないんですね。そこで私としてはこの中身を作るのは自分たちだと思いまして、人間力戦略ビジョンというものを提示いたしました。その心は教育あるいは未来のため その人間力というものを考えるのは単にその経済論だけではダメですと、こういったことを目標にしましょうということを明確にするために書きました。このビジョンについては本の中に書いてございますので詳述はいたしませんけれども、そういうその改革の理念というものを明確にして、そして進めていこうというふうに思ったわけです。で、その時に一つの分かりやすい理念といいますものは、確立と受け身から自立と創造ということを明確にしたわけであります。20世紀の日本の教育の在り方というのは、これは世界各国から称賛されておりますし、確かに素晴らしい成果を上げて、その結果が日本の経済力をような形に持っていくことを可能にしたわけでございまして、20世紀における日本の教育というのはまさに誇るべきものであったと思います。しかし20世紀の最後のあたり、いわばその日本がジャパンズナンバーワンと言われるような時代になって、
もう世界の経済の大国になってしまった頃から、やはり日本の教育というのは皆が同じようなレベルで揃っているということだけでは済まない。やはりその一人一人が想像力を持って自立した力を持つ、そのことが大事ではないかというふうに謳われ始めて、取りようというふうなことになっていったことが様々な問題をはらんでしまったということはございますが、要するに日赤型の生産活動というのは均質で大量生産で、高度のその技術を持った人たちの存在そのものが必要であった、そのようなための教育の方から、現在必要とされているのはもう少し創造的に様々なその先端を自ら見つけ出し解決をすることのできる、そういうタイプの人材というのが必要になってきているわけです。その他様々な理由から各一と受け身から自立と創造を目指す教育改革というものが必要であるということで、改革の一つの思想を明確にしたわけであります。それともう一つの特色といたしましては、小学校から大学まで、そうした理念を一本の筋で通そうとしたわけでございます。これまで日本の教育行政といいますものは初等中等教育行政と高等教育行政というのはこれは全く関係がなかったわけですね。関係もいらなかったわけで、初中はしっかり義務的なことをやってくれればいい、大学は大学で学問の自由をやってというふうな、従って、行政的にも全くつながりがなく、行政間の間でも意識は全く共通ではありませんでした。またその小中高の先生方が大学が今どう動いているかということも、受験の試験科目はどうなるかという程度の認識しかない。大学の先生方も初中教育について本当にこういう教育をしてもらいたいということを批判はされるけれども、それをしっかりとそのビルトインできるような形にまで、明確なメッセージを発されたりしなかったということでですね、これまでのその教育行政の在り方、あるいは教育の実際の担い手たちの意識においてより一貫した理念でやってもらいたいと言いますのは、つまり子どもたちは生まれてから幼稚園、小学校、中学校を一つのその一人の人間はそういったいろんな学校段階を経て成長して社会に出るわけですけれども、その学校側あるいはその教育行政側はそれらを一つのその続けられた継続的なあるいは体系的なものとして捉えないでやってきたのではないかなと思うわけでございます。このようなその教育改革の目標と理念というのを明確にして、説明することができるさまざまな、いろんな制度改革なり予算措置なり、プランというふうなものをやらせていただいたのが私の2年5ヶ月の仕事でございました。でそれらはですね、この本の最後のあたりに表になって出てございますが、この項目を数えるだけでも30いくつございます。その項目の一つに国立大学の法人化がその1項目ぐらいに上がっているぐらいでございまして、大小さまざまではございますけれども、そういった願いと、ある意味で、理想というものを求めて、仕事をして参ったわけでございます。次お願いいたします。改革の4つの具体的理念ということでございますが、人間の形成の人格形成の一番の大きな目標というのが、先ほど申した新しい時代を切り開いていける心豊かでたくましい日本人、たくましいという中には知的なたくましさ、精神的なたくましさ、あるいはその体のたくましさも含まれるわけですけれども、そういう大きな目標のもとに理念としては20世紀型の受け身確立から自立創造ということを目指したと言えるわけですが、そういう観念的なことではなくて、それをさらにブレイクダウンしまして、どういったことが大事かといいますと、一つは個性と能力の尊重、特に能力といいますか一人一人の伸びる力というものを伸ばす教育、これが非常にその意味があるわけですね。20世紀型の特に初等中等教育におきましては一人一人の能力は同じだという前提に立っていました。従いまして一人一人の能力がそれぞれ異なる面があって、それぞれ異なる面を伸ばしていこうというようなことは制度としては取り上げることが
イデオロギー的な背景とかさまざまなことがありましてできなかったわけですが、やはりこれは私のどもの力といいますよりは21世紀になったということでの大きな転換点だと思いますけれども、今は一人一人の能力に応じて伸ばそうといってもですね、大きな反論が出ないようになりました。これは大変大きな変化だと思います。で、結果的な悪平等を追求するということではなくて、いろんなその伸びる力を持っているのをきめ細かく伸ばしていく、そのようなことが必要ではないか、そのためのいろんな仕事といいますか制度的にそれを可能にするようなことについてはまた追って申し述べたいと思いますが、でこれは初中だけではなくて大学についてもですね、これまではその学部教育それから大学院教育というものがもちろん成果を上げてきたわけですけれども、日本の大学においては本当にこう実力のある実際的な力を持つ卒業生を教育しようという姿勢はやや欠けてきたと思います。工学系はですね、ほとんどマスターを出られたりしてから実際的な力を持っている人たちを出しておられますけれども、例えば法学であるとか経済であるとか、そのですね、あるいはいろんなその分野におきましては、いわゆるプロフェッショナルというものについて大学教育が関わるということは、これまで明確なその大学の生き方あるいは教育行政の方針としてはなかったわけでございまして、ここにおいて、法科大学院などを契機とする専門職大学院制度を作ったりいたしましたが、その他、教養教育のあり方についても見直したりというふうなこともこれに入ると思います。2番目が、人間の精神性の問題ですけれども、社会性や国際性を寛容することの大事さ、心の教育、真の教養というものを身につけさせるためのさまざまな、施策というものがこの中に含まれます。3番目の多様化と選択の重視、これは言い換えればですね、規制緩和、学校についてのさまざまな規制がこれまであったわけです。20世紀型の行政におきましてはそれをできるだけ取り払って、それぞれの学校、それぞれの地域、あるいはできればですね、それぞれの教師が持っているいろんな能力を大いに発揮してもらって、学校自体が個性化をし多様化をしていく、で国民の側はそれを選択することができるようにしていく、そのためのいろんなその制度改革をいたしました。その中には例えばその初等中等教育におきましては、地域によって自分の地域はとにかく義務教育をしっかりやりたい、国の教育の標準法は一クラスのクラスサイズが40人だけれども、自分たちの負担で30人規模にしたり、あるいはもっと小さくしたりというふうなこともできるようにする。でこれまではですね、標準法というのがありまして、一クラスの編成は40人なら40人、これをしっかり守らせていたんですね。なぜかと言いますと、その義務教育費国庫負担制度におきまして、すべてのどの地域の初等中等教育、小学校中学校においてもきちんと最低限のその教員が行き渡るように、それはきちんと定員を計算をし、そして予算措置をする。したがって勝手に各地域がたくさんのその教員を置き始めると、それは予算に影響するというふうなこともあって、標準法というのでしっかり守ってきたんですね。でももうそういう時代ではないでしょう。国がやるべきことは最低限のところは国がしっかりと守って、それ以上に各地域でやろうとするならどうぞやりくださいとやるべきではないか、その大きな転換をしたりいたしました。そういう例で話せば様々ございますが、ちょっと飛ばさせていただきますけれども、その大学について言えば、これは代表的な例が国立大学の法人化でありまして、これは後にまた述べたいと思いますけれども、その他に、世界の、最先端の研究をしてもらうための21世紀 COE プログラム、そういったものもこれまでのその5層先端型の大学ではありえなかったようなプログラムというものを可能にしておりますし、それからできるだけその事前の規制というものを緩和をしていく、そして事後に評価をするというふうに学校についてもやり始めたわけです。私立について申せば、例えばその学部の名称変更とか、あるいは学科の変更とか、そういったものもすべて許認可で扱っていたわけですが、
一定の条件下ではありますけれども、それはどうぞ自由にやって届け出にしてくださいと、その代わり何年かのうちにきちっと評価をしますと、まあ、これも大転換でありますが、さまざまな規制改革をして、それはなぜ規制改革をしたかといいますと、それぞれの学校というものがもっと個性化をして、そして、輝ける存在になってもらっていくと、一斉のその学校制度であればどうしても確立性受け身というふうな教育のあり方そのものが残っていくわけでございまして、学校自体のあり方、行政のあり方自体も規制緩和をして、多様性を可能にしていくと、まあ、そのような考え方での仕事をいたしました。一連の仕事でございます。それから公開と評価の推進ということですが、まあ、学校について言えばこれまでの学校というのはもう閉じた社会ですね。小中学校においてもそのクラスで何が起きているか、校長先生さえ見に来ちゃダメだというふうな学校があったわけでございますけれども、そうではなくて、これからは学校というのは地域の中の存在、特に義務教育小学校などはですね、地域の人々に理解され協力していただいて初めて成り立つわけでありまして、まあ、そのためにそれぞれの学校が学校評価というものを自らやって、それを情報公開をし、あるいは地域の人が学校へ来て、そしてさまざまな活動に参加するような開かれた学校制度にしようというふうな動きを制度的にも可能にしたわけでございます。大学についても自己点検評価というのは90年代の大学改革でございましたが、それに加えて第三者評価というものをしっかりとやっていく、そのために認定評価機関の法制化というふうなこともやったりいたしまして、まあ、そういう一連の教育改革の制度、まあ、制度化というものをやった次第で、ございます。じゃあ次お願いします。で、今申し上げましたさまざまなその改革の中身についていちいち説明しておりますとかなりの時間になります。まあ、そこで絞ってですね、初等中等教育に関しては学力の問題にまず絞ってみたいと思います。それから大学についてはこの次に申し上げたいと思いますが、まあ、それらが一つの軸のような一貫した考えのもとに進んでおりますけれども、一応その説明上初中と大学に分けてやらせていただきますと、まあ、初等中等教育に関しては私が就任したときはですね、なかなか難しい時期でございました。と言いますのは、2001年の4月26日に就任いたしましたけれども、カリキュラムの新しいものがですね、翌年の4月から実施されることになっていたんですね。カリキュラム、新カリキュラムと言いますけど、それは日本の場合には学習指導要領でその大綱が決まっております。で、学習指導要領というのはですね、実はその日本の場合実に緻密に出来上がるようになってまして、10年ぐらい前から準備するんですね。審議会の答申を経てからいろんな議論があって、教科の人たちが集まって、じゃあ時間割を時間の配分をどうするか、教科書はどうするかなどのことがあって、やっと10年経って新しいのに移り変わるということです。したがって私が就任した時にはもうすでに9年間の準備作業が終わっていたわけですね。で、その新しい学習指導要領の特色がゆとり教育ということが言われすぎていたわけです。で、もちろんその教育にゆとりというのはとても大事なことですね。ですが大事なんですけれども、本当はですね、新しい学習指導要領で、狙おうとしてたのは、ゆとりということをあまり強調するのではなくて、もっと本質的な学力、私は真の学力と言いたかったんですが、まあ、結果的に確かな学力という用語にいたしましたけれども、確かな学力を身につけさせるためのもので、なくてはならないし、またそういうふうな方向を向いていたわけなんです。学習指導要領どこを見てもゆとりという言葉一語も出てこないんですね。しかしその今度の指導要領はゆとり教育だ、ゆとり教育だというふうなことをアピールする塾の人たちとかですね、ちょっと言いにくいんですが、いろんな人たちがおりまして、まあ、まさにそのゆとり教育をやってしまうと大変な問題だということをキャンペーンをして、だから塾にいらっしゃいから始まってですね、子どもたちはかえってゆとりをなくしてしまう、そのような現実が動き始めていました。また
できるだけその子どもたちに自主性を持たせて考えさせるということからですね、先生がしっかりと基礎基本を教える前に問題を出して、さあ考えてごらんってやるんですね。幼い子どもたちに、ね、問題出してさあ考えてごらんって言ったっていい考えが出るはずがないですよね。たまにその素晴らしいシャープな人がいるかもしれませんけど、それでは本当の力は絶対につかないんですね。まあ、そのようなことをいろいろ考えまして、私としては学べのすすめのアピールを2002年の4月から新指導要領が実施される直前の2002年の1月に学びのすすめのアピールをいたしました。これは何年も何年も準備してきたのに、突然学びのすすめと言われてゆとりてきたら学びかっていうんでですね、なんか反発するようなメディアもいっぱいありましたけれども、でもよく読んでもらえばですね、それはもうまさに21世紀にふさわしい確かな学力を身につけるためにはどうしたらいいかということのアピールであったわけであります。このあたりはですね、本のかなり のスペースは58ページのあたりに書いてございますから、追ってご覧いただきたいと思いますが、まあ、それによって確かな学力への誘導をいたしました。もう一度申しますと、確かな学力というのは、これは私は21世紀をしっかりと生き抜いてもらう子どもたちに一番大事な力だと思ってまして、それは基礎的なこと、基本的なものというのはしっかりと身につけると、特定の法則でありますとか、あるいは計算力とか国語力とかですね、そういったその基本的な能力というのはしっかり誰もが身につけると、その上で自分で考える力、自分で調べたり学んだりする力、それから可能ならば自分の意見をしっかりと表現できる力、さらには問題を見つけて、自分でその解決のための努力をしうる、まあ、そういった力を総合したものを確かな学力というということであります。じゃあそんなことは一体できるのかということでございますけれども、新指導要領の中にもいろんなその制度改革が埋め込まれていましたが、私自身もいくつか進めたものがございます。習熟度別学習、これはですね、クラスをその、はっきり言えば能力に応じて、グループ分けをして、そして、数学なら数学のある単元についてはそのグループ分けのによって、新たに加配された教員も加わって学ぶということであります。私もいくつかの学校を見に行きましたけれども、習熟度別学習というのは20世紀型の確実的な考え方から言えばできなかったことでございますが、今はもう7割の学校で今始まっております。でこれ見に行ってよかったなと思いますのは、1学年にですね、2、3クラスがありましたときに、それを3つなり4つなりのグループに分けます。でもちろんそのよくできる学級なんて言いません。生き生きとかですね、それからゆっくりとかじっくりとかですね、どれがどれかよくわからないんですけど、子どもたちは自分で選びましてですね、そのグループに属して、そして勉強するんですね。でそうするとですね、これまではクラス その真ん中辺の能力の人を中心に教えておりましたから、したがってよくできる子はもうつまらないし、わからない子はどうしようもないわけですね。で分からなくて帰っていって勉強もしないし、また翌日来てもどうしようもないから、もう暴れ回るしかないという、そういうことでございましたが、習熟度別をやってくれている学級ではですね、ゆっくり型の、理解がゆっくり型の子どもたちの集合体もですね、もうみんな同じようなあれですから、先生が回ってきた、先生これ分からないって言うとですね、じっくり教えてもらえる。でそうするとその単元が終わるときには分かるんですね。でそうすると分かると達成感が出るわけですから、子どもたちが家に帰って今日学校面白かったよ、そうすると一番反対するはずの親がですね、習熟度別なかなかいいではないかというふうに今いい循環を始めてまして、そのようなその学習方法というのが今かなり行き渡りつつあります。それから総合的な学習の時間というのは、これはですね、4年生になると週3時間ですかになりまして、この中身はですね、それぞれの学校、それぞれの先生が自由にお考えくださいということなんですね。で、ですから私がいくつか見に行った中では、例えばその都心の学校でしたけれども、プランターに稲を植えましてですね、そしてそれをこうずっと育てながら、
稲というのはどんなふうに育っていくのかということを記録をし、調べもし、じゃあそのあれですね、ちょっと私は秋に行きましたので刈り取りの時でしたけれども、刈り取りはどうやったらいいのか、あ、それからそれはスズメに食べられないようにするにはどうしたらいいかというのをガン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 その議論をし合っているというようなこととか、まあ、地域の文化を調べるとかですね、さまざまな工夫があり得るわけです。でただ今までの日本の先生方は、あ、まあ、全て、指導要領に書いてあること、あるいは教官のその指導の仕方について書いてあることをに沿ってやってたもんですから、パッとこう自由になるとですね、どうしたらいいかわからない、したがって総合的な学習の時間はつまらんと、だからやめてしまえというような議論にもしている学校がありますが、そういうところは先生自体に自立と創造の力がないということであります。私はあの子どもたちに自立心と創造の力を持たせるには、先生自らが自律的に創造的に考える力がなければならない、そのような中でこういう学習の時間を置いたということはとても大事なことだと思います。でこれはあの、まあ、常にその子どもを外に連れていくという必要はありませんで、必要であれば数学の時間の補充にしてもいいわけです。さまざまな使い方があるわけです、まあ、その他、まあ、いろんなことが始まります。朝の読書運動もですね、これも朝の10分間どんな本でもいいから黙って読むということで、子どもたちの集中力が増して次の第一次元目に子どもたちがしっかりと入ることができるようになるとか、まあ、本が好きになるとか、いろんなあのプラス面が出てまいります。今そういった大きな変化がですね、小中学校で、あるいは高校も含めて起きております。それから私の代に力の入れを入れましたのが教員資質の向上ということであります。教育は人なりと言われておりますが、こうしたあの改革の理念を実現するにも、あるいは本当にその先生が人格的な影響を及ぼすにも、教員の資質というものが一番大事であるわけです。まあ、そこで、取り組みましたのは、指導力不足の教員を転職してもらう、指導する力が十分でない不十分な先生についてはもう学校現場からはどいていただく、これは今まで20世紀には絶対できなかったことですね。地方公務員の身分を持っていますから。でも子どもたちにとって、その子どもと先生とのつながりが信頼できるかどうか、そしてある先生が本当に自分を見てくれて一言かけてくれる、そのことがその子の一生を変えるぐらいの力を持ってるんですね。したがっていい先生を売るとって一番大事なことでありますが、それが20世紀の、まあ、日本の敗戦後の不幸ないろんなその歴史的なこともあってできなかったのを法改正をしてこれをやったわけです。これ自体 の法案の作成には前の大臣がおやりいただいて、私が大臣になった時の教育改革三法で天般にいろいろとあの襲撃をされた、されて通した法律の一つであります。でも今になってみればこれはもう生きておりますね。それからこの時同時にやったのが、あの高校の通学区域を廃止して、そしてあの学校群制度を崩すことができたとかですね、まあ、いろんなことが始まっているわけですけれども、それからあの教員は10年経ったら研修をしっかりやりましょう、一旦その教員資格を取ったら、もうずっとそのままというのではなくて研修をやり直すと、これはもう個々の人のその能力に応じて、あるいは実績に応じてありますので、全ての人が同じようなカリキュラムで研修を受けるというのではなくて、それこそ個別に考えてやるということです。でさらに学校に社会人を登用しようということもやりました。これはなかなか効果を上げている面があります。まあ、確かな学力の定着を求めて、まあ、いろんな仕事を今やっておりますが、まあ、正直申して私はあの授業実数をですねちょっと削りすぎたかなという気がいたしております。やはりその基礎基本をしっかり身につけさせるには相当な時間がいります。繰り返しもいります。そういう繰り返しとかですね、そのカリキュラムの重複を一切やめて生鮮生鮮ということでやってしまって、授業実数を減らした。しかも学校5日制というのが始まった。それから評価についても相対評価から絶対評価に入ったから始まって、その2002年の4月から一斉にいろんなことが変わりましたから、おそらく小中の先生方も大変だったらと思います。たまたま私はそういうことは全て決まってしまった後に言ったわけですけれども、まあ、世の中から見れば遠山大臣がそういうことをやったということになっていると思いますが、まあ、こういうのはもう甘んじて受けざるを得ないわけでございます。
でも一番私がその確かな学力のためにしっかりやろうという決断をして、これは本当に例外的にこういうアピールを出したのはですね、いろんな理由がございますが、一番大きいのは諸外国との比較調査において日本の子どもたちが一番勉強しない、家に帰って勉強をするという子どもの時間を国際調査で調べました。最低なんですね。 OECD の27カ国中最低で、ありましたし、それから勉強を楽しいと思っている子どもたちの比率も最低なんですね。これではね、その先ほど言った自立と創造の力を持った子どもたちを作ろうというのにあまりにもダメだと。要するにゆとりゆとりでもう好きなことをしなさいと、努力をしなくてもいいですという20世紀の終わりの頃のそれがどうも引き続いて、学校の中にあって、とにかく自分の思うままに行きましょうというふうなことが行き渡りすぎていたというふうな、その危機感というのがアピールの背後にありました。まあ、そういったことで、まあ、初等中等教育もですね、今私の後任の大臣も私と全く同じ考えで今進めていただいております。それは今の大臣は私の大臣の時の副大臣をやっていただいて、共に、この改革をやってまいりましたので大丈夫と思って、あとお引き受けいただいているわけでございますが、これがですね、まあ、あとしばらくかかると思います。また文部科学省もですね、本格的なカリキュラムというのをもう少しやる必要があると思いますし、それから授業時数の問題もそれぞれの教科の人がですね、自分のその分野の人の教員のですね、定数を増やすためにたくさんというのは、そういうふうなレベルの話ではなくて、本当に子どもたちがどれぐらいの時代にどれぐらいのそのことを学ぶべきかという本格的なカリキュラム論というのが残念ながらまだありません。これはまだこれからの課題であります。次お願いいたします。それでですね、まあ、初中についてはそういうしっかりした確かな学力を持った子どもたちがこれから出てまいると思います。何年か経つと確実に私は変わってくると思います。まあ、全ての子どもがもうそういう力を持ったってなかなか難しいと思いますが、マジョリティの子どもたちは教育の姿勢が変わると、制度が変わる、教員も変わるということでですね、大きく変化をし始めると思います。そういう時に大事なのは、まあ、大学であるわけであります。まあ、それらを待つまでもなく、大学というのは先ほど申したように、今日本の地の基盤を築いてもらうところでありますから、何としてもしっかりしてもらわなくてはならない。で、まあ、法人化について、これは日本の国立大学は文部省の組織の一部であったわけですね、つい3月の末まで。で、それが独立した法人格を持って自らの意思と自らの自主性自立性を持って、その定めた目標に沿って、改革をやっていただく必要がある、まあ、そのために法人化ということをやったわけでございます。この法人化の法律は昨年の7月に成立いたしまして、私はその国立大学法人というその法律を成立させて、まあ、長年の日本の大学の一番難しいしかも一番大きな課題を解決したということで、まあ、その時に辞任を決意したわけでございますが、で、ただその法人法を作るということについては、それは1世紀以上の日本の大学の歴史の中で初めての大きな転換であったわけです。従いましてこれは決して容易なものではなかったわけですし、そういうことについてあまり考えたことない大学の関係者にとっては大きなショックでもあったと思います。で、まあ、法人化への その経緯についてはこの本に詳しく書いてございますので、ご覧いただきたいと思いますが、その、まあ、法人格を持ってというのは、ほとんど全ての その先進国は皆大学は法人格を持っています。で、国立ですね、日本人はですね、イギリスの大学などは私学だと思っています。あれは国立なんですね。そしてそこで必要な経費というのは国費でしっかりと出しています。で、それは大学がきちっと法人格を持って自らの意思できちっとそのをマネージできるようになっている、そういう制度、それはアメリカについてもそうでありますし、フランスについてもそうで、法人格を持っているというのは基本的な仕組みなんですが、日本では帝国大学以来ずっと、まあ、
文部省の組織の一部であったということであります。まあ、それを乗り越えて法人格を持つための法改正を、法改正じゃなくて新たな法律を作ったわけですが、その時に、まあ、速度を加速させたのは行政改革の角度からだというふうに思われておりますし、ある意味ではそのインパクトがあったことは確かです。ただ行政改革という角度から言えば、それは国立の大学を民営化するというふうな議論でもありますし、独立行政法人にしてしまうという議論でもあるわけですが、今回の国立大学法人化の問題はこれは決してそうではなくて、大学改革の一環としてやったということであります。で、まあ、制度設計上の苦心といたしましてはさまざまにあります。しかし一番その心を砕いたのは、その国費を出す以上国の関与はいるわけですが、それが実質的な関与にならないで、しかもその大学の意思決定というものを尊重できるようにしていく、そういう法律をどう作るかということでありました。これはあの文部科学省以外のところはもう独立行政法人と同じと、要するに主管の大臣が決めたら全て決められるようにすべしという説か、あるいはもう全くその国からあの金を出すことなく民営化してしまえというような議論かという、その両方に行きがちのところで、どうやってそのですね、大学の特性というものを十分に配慮しながら、しかも必要な経費というものは継続的に国が出せるようにしていく、これは本当に大変な仕事でありました。これ大臣がいちいちその条文に当たるというふうなことは、もちろんそんな時間はないわけでございまして、高等教育局の人たちが、まあ、本当に24時間何ヶ月も何ヶ月もかかって、まあ、作り上げたということでございます。ただそれはあの高等教育局の職員がその信念に基づいてやってくれた背後には、実はその大学の関係者の非常に活発な議論というものが背後にあります。それはあの国立大学の先生ばかりではなくて、私学の先生あるいは一般の有識者をはじめとして、60何人の人が加わった調査検討会議が行われて、それの成果をどう法律に加担していくか、ここが非常に大事なことでございます。だから私自身としては、その学問の自由というものを守りながら、しかも今後のその日本の大学というものがよりそう社会的にも貢献してもらうと、そのようなことをどうやってやっていったらいいかというふうなことも大いに、悩みながら、またいろんな議論もしながらやったわけですが、国会の論議では、まあ、あまり生産的な議論はございませんでした。文部科学省が自分の勢力を張るためにやるのではないかとかですね、もうおよそその次元の低い議論がワンワンと起こりました。まあ、非常に長い審議の期間を経て、去年の7月に法律が成立いたしまして、この4月から大学法人として国立大学も新たに出発をしていただいております。で、まあ、制度としてはその狙いはいろんな規制緩和、要するにその国の組織の一部である以上、国のいろんな規制がありますね。予算を使うにも財務省の規制があります。それから人事についても人事院の規制があり、あるいは組織の在り方についても総務省的なその規制がある、そういったものをできるだけ取り払って各大学が自由に設計できるようにしていく。例えば給与もですね、各大学によって変えることができるし、優秀なノーベル賞クラスの人を呼んできて、日本のそのそうでもない先生の倍の給与を上げてもいいわけです。これまでは絶対それができなかったんですね。そんなことも可能にしたような、まあ、大きなその自由を今差し上げておりまして、心ある大学はそれらを大いに使って、大学を活性化し、そして、まあ、日本の地の形成のためにご努力が始まっていると思います。なかなかその制度は変えたけれども、実際に動き出すには構成員の人の意識改革というのは必要なわけでして、そう容易なことではないとは思いますけれども、今年の4月というものが将来ですね、大きなその歴史的な転換点として記録されるのではないかと思います。で、
大学改革というのは大変難しい課題でして、これは行政がなんかその先頭に立ってやるような話ではなくて、やはり大学自らがやっていただく性質のものなんです。ただ大学の人たち の, その努力を待っていても絶対に変えられない仕組みというのがあるわけでして、それらについてはやはり行政としてリードをして、そういうのを用意して、それを利用してくださいという形で関係を保っていく必要があるわけですが、法人化がその一つであります。で、同時にそれだけではなかなかその日本の大学の活性化というのは難しいということで、いくつかやった仕事の一つが21世紀 COE プログラムの仕事でございます。これはむしろ清和先生にまたご説明いただいた方がいいと思いますが、これは大学院の博士課程レベルでですね、それぞれの大学が自分の大学ではこの分野のこの先生が中心となりながらやっていくその研究拠点というのは世界に冠たるものありというふうに思ったところは手を挙げてもらいましてですね、でそれをこう選んで、そして選ばれた中の優れたそういうところには重点投資をしていくということでございます。これ最初にこう打ち出したときはいろんな批判がございましたけれども、今は実は大変これは効果を上げているようでございまして、まあ、私としてもいろんな政策の中でも成功した方かなとは思っております。でこういったものが今各地で、各大学で本気になって取り組まれておりまして、これは各学長がですね、自分の大学は何で売りに出すのかということを学内で議論をして、でそれをその学長がですね、審査の先生方のところに行って説明をするというかつてないような、つまりその大学に本当の意味の競争というものを持ち込んだそういうプログラムであるわけです。これについては研究でございますが、同時にこれの教育版も今やっております。ですから人文社会科学系だけの大学でももちろん手を挙げていただいて、いい教育のいろんな特色ある教育についてモデルとなるようなものについては大いにやっていただいて、そこに重点投資をしていくというようなことが始まっておりまして、まあ、こういうのが一つの契機になって、大学というものが、まあ、単にそうちんと収まり返って、家に向いてなんかやってるというのではなくて、社会のためにも活躍できるいい意味の競争を持って、どんどんその改善してもらう、まあ、そういう時代に入ったと思っております。それからもう一つが専門職大学院制度の創設でありまして、これは法科大学院が出来上がっておりまして、今年の4月から発足しておりますが、単に法科大学院を作るというだけではなくて、ですね、学部を終わって他学部の人たちもサイズのプロフェッショナルなそのカリキュラムを終わったら、課程を終わったら学位を取ることもできる、まあ、そういった大学院を作ろうということで、今は法科大学院以外にも経営でありますとか公共政策とかいくつかの大学院制度ができてまいっております。これも大学というのはもちろんその中心は教育であり研究であり、今従来からの学校教育法に書いてあるような学の運動を極めるというふうなその研究であり、そしてそれを反映している教育であるわけでして、しかしその中によりその社会に出て実際にその力を発揮できるような卒業生を作っていこうということも非常に重要な要素であるわけですが、そういう仕組みも作ったわけです。事前の規制緩和と自己評価、先ほどちょっと申しましたのでスキップしますが、大学の第三の使命、これは私の在任中に相当力を入れてやらせていただいた仕事であります。大学はですね、教育と研究というのを中心にやってまいったわけですけれども、大学の社会的な存在から見て、あるいは日本の未来を形成していく大学というものの位置づけからいって、大学はやはり社会にも貢献していただく、明瞭な形で目に見える形で貢献していただく必要もあると、まあ、その代表例が産学官連携であります。産学官連携を可能にするためのいくつかの法制度、あるいはその施設、あるいは知的財産本部を作ったりというようなことで今かなり動きつつございます。大学が単にそのうちに向けた教育研究というだけではなくて社会貢献をしていただく、それを第三の使命と称して、まあ、大きくバックアップしているところでございます。まあ、こうした一連の大学の改革といいますものも
ですね、少しずつ成果を見るのではないかなと、私としてはそのです、ね、今としては期待をし、あるいは外側からサポートするしかないわけでございますけれども、そのように思っております。でさて最後でございますが、今まで知力、人間の知力においていかにしてこれからの子どもたち、それから若者たちに本物のその力をつけてもらうかということを考えてまいりましたけれども、今本当に大事なのはその知力の問題と並んで、私は心の豊かさをどう一人一人の心の中に醸成していくかということではないかと思います。いわば精神面の復権といいましょうか、そこのところが今日本のいろんな状況から見てあまりにも問題であるというふうに思っています。もちろんその在任中もそのことに絡めて子どもの居場所づくりを考えるとかいろんな手を打ちました。しかしこれはさらに言い続け、そして皆さんと共に考えていくべき問題だと思います。でちょうどですね、5月の連休の時にユネスコに呼ばれまして、ユネスコで文明間の対話というそういうそのプロジェクトがございまして、まあ、そこで挨拶といいますかスピーチをさせていただいたんですが、まあ、その時に文明間の対話といいますかね、要するに心の豊かさにはいろんな要素があるわけでありますけれども、他者を知る、あるいは他者のその価値を十分に認めるということの足りなさというのが今のいろんな問題の根源にあると私は思っています。でその時のスピーチの中で、使いましたのをですね、ちょっと紹介したいと思いますが、それはそのアダネスというのはこれですね、他者であることといいますか、それを認知するということの大事さというのは文明間の対話の必要性ということと、まあ、同義でもあるわけであります。でその時に引用したのが国連大学の2001年の7月に行われた会議でのですね、共通理解のものなんですけれども、We need not be threatened by otherness if we just discover the prejudices and stereotypes and go forward with dialogue. つまり、我々はその先入観、偏見とか固定観念というものを捨てて、そして対話をすれば、そのotherness ということ、自分以外のものということに恐怖を覚えたり、ということは全く必要がないことなのであると。そのアダネスというのはまさに in fact the source of a richer world、 自分より異なる価値を持ったものがいるということを認めること自体がより豊かな世界を作り出すということになるのであるということを引用させていただいてスピーチをしたわけでございます。私はたまたま大臣になる前の仕事としてトルコで大使をさせていただきましたが、これは本当に目を見張るようないろんなその知見を得たわけでございます。それはイスラームの世界というのは私のそのいろんなその本当に教養はないんですけれども、今までの自分のその知的なあれを形成してきたものは全てヨーロッパ文明でありました。ギリシャ文明から始まってですね、ギリシャ、ローマから中世から始まって、まあ、東洋のことはもちろんあれでございますけれども、しかしイスラムの世界の存在、あるいはイスラムの文化の持つ意味というものは私のその人生にとって、ほとんど影響がなかったんですね。とかトルコ行ってみましたらですね、あの国の6200万人の国民ですが 99% がイスラム教なんですね。でしかもその国が政教分離をやり、市場主義をやり、民主主義を可能にし、近代化の道を歩んでいます。そしてその中で人々の心の豊かさというのは、私は日本がかつて持っていた豊かさを未だに持っている、そういう国だと思ったんです。それは一体何かと言いますと、やっぱりイスラムという宗教を信じているということによる、まあ、心の安寧と言いますかね、そのことが人々の心を豊かにしている面があると思います。で日本はまあ宗教について、
ですね、特定のものを何か国民の大多数がというふうな国ではないわけでございますが、大事なものを忘れてしまっているのではないか。つまりその宗教が大きなそのインパクトを持っている国にとっては、改めて言うまでもなく、その人間社会のルールというのはその文化ごとにあるわけですけれども、日本の場合はそれがない、ないゆえにこそむしろ社会のルール、あるいは公共心といったものをしっかりと植え付けていく必要がある、そういったものを共有する必要があるというふうに思ったわけです。まあ、その意味で私は異文化を知るということは自国を知るということだなとつくづく思ったわけであります。心を養うべきという問題については、まあ本当にこれについてはまだまだ語りたいことございますけれども、時間がちょっと過ぎてしまいましたね。申し訳ありません。これで、私の お話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。